小梅はロッテが製造、販売する梅味のキャンディー。1974年発売開始。袋入りのノーマルタイプには小玉と大玉が混在する。小玉は甘みの梅味の飴、梅キャンディの中に梅ペーストと呼ばれる酸味のあるペーストが入っているのが特徴で、大きさは約直径1.5センチメートル。大玉は直径2.5センチメートルと比較的大きく。 小玉と比べて甘い。発売時よりコマーシャルに林誠一によるイメージキャラクター小梅ちゃんを用いており、1982年にはパッケージにも採用された。小梅ちゃんには明治生まれの15歳であることなどのプロフィール公式の話が設定されている。コマーシャルの内容についてもこだわられており、一貫して報われない切ない恋を描き、 二人が記者での別れを描いた雪国編がベニス国際広告映画際同賞、クリオ章アニメ部門特別賞を受賞している。2013年6月には、早稲田大学小学部、温ナ直トゼミナーの研究の一環で、写真 SNS アプリ、マイ365とタイアップした、コウメマイ365みんなの恋フォトコンテストが行われた。 小梅は亡き母に代わり一家の家事を担当しておりある日、植木職人の父に弁当を届けようと仕事先の、綾野孝治家へ行き、そこの御蔵師である神と恋に落ちる。お互い惹かれ合っていることを察した父は、身分違いの恋であることを理解させ、身を引かせる。その頃、綾野孝治家では、家の財政が厳しくなり神は、孝家の令状との政略結婚が持ち上がり、 自らの夢であったイギリスへの留学を諦めるべきなのか思い悩む。ロッテ、コウメマイ365みんなの恋フォトコーン実施、総大勢のアイデア活用日本食料新聞2013年6月7日、ロッテのコウメと小路には妙な設定が隠されているギガジュネ2015年1月16日、閲覧。ありがとうございます。